はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。迷宮兄弟です。さあ本日なんですが、ゲートガーディアンがついにマスターデュエルに登場ということで、ご紹介していきたいなというふうに思っております。はい、これ海外新規でね、海外の方では結構前に実装されてて、でお指示の方では結構最近9月だったかなに実装されたカードなんですけども、マスターデュエルではもう使えるということで結構早かったですね。でこのゲートガーディアンというデッキは、まあ、正直まあそのなんかめちゃくちゃ強いかと言われると、まあ、ファンデッキ の部類ではあるんで、まあ、そういう、デッキだよというところを、まずお伝えしておくんですけど、先にね。ただね、ファンデッキの中ではめちゃくちゃ強い、方になってまして、まあ、ランクはでもワンチャン勝てるレベルのパワーが結構あるんですよ。で、融合体がね、4種類ぐらい追加されましてね、で結構ね、あのメインデッキもエクストラデッキも割と安いと言われていまして、まあ、この辺はストラクチャーで手に入るし、まあ、ちょっとヒーローライブだけあれだけど、まあ、他のね、ヒースパーツはなんか NR がめっちゃ多くて、で、エクストラデッキもこんな感じなんで、まあ、このアナコンダのところはまあ別に最悪なくても別に回るんで、結構ね、安いと言われていますね。ただ、ゲートガーディアンは無限に砕かれているという話は聞いてますけどね。新パックの、ゲートガーディアンは。で、どういう風に融合召喚をしていくかっていうと、こいつら、フィールド、例えばこの、なんだろう、2体の融合のゲートガーディアン。ライフ魔人、風水魔人、水雷魔人。これはね、共通効果というか、共通の召喚条件で、自分のフィールドの上記のカードを除外したら特殊召喚できるよということで、これ魔法トラップゾーンのカードでもいいし、フィールド上のカードでもいいんですけど、これを除外すると出せるよという効果ですね。で、こっちの合体マシンゲートガーディアンっていうこの3体合体の方は、手札フィールド墓地のカードも除外できますよという、そういう効果になってますと。でね、固有効果それぞれ一応あるんですけども、2番はね、この下級というか、レベル9の、ゲートガーディアンモンスターたちは共通で、表側のこのカードが相手と離れたら、フィールドから怪獣でリリースされるとか、なんかそのサンダーボルト打たれるとか、なんでもいいんですけど、で離れたら自分の除外状態のヒューガかスーガを特殊ができる。自分のこうその、召喚ルールで除外するんで、除外ゾーンに溜まってるんですね、スーガかヒューガが。だから、まあ、それを、まあ、蘇らせることができるということですね。でそれと、ゲートガーディアン、この合体マシンの方は、フィードが離れると11以下のゲートガーディアンが特殊ができるよということで、まあ、融合モンスターとかもポン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 出していけるよということですね。で、固有効果は、こっちの、ライフマシン、ライフマシンが、魔法トラップ、3マシン系の魔法トラップ加えるよう、で、この、風水マシンが、魔法トラップカードを2回まで、一旦2回まで、無効にできるよう、で、この、水雷マシンが、一旦2回まで相手のモンスターの攻撃力をゼロにできるよという効果になってます。でだからこいつらをまあ盤面に出して戦っていきながら、まあ、最終的にこのゲートガーディアン出してまあぶん殴っていこうねという感じの、テーマになってますね。でサポートカードがめちゃくちゃ豊富で、例えば、この迷宮に潜むシャドウグール、これ手札からぶん投げるとこの、ラビリンスウォールシャドウっていうカードが持ってこれて、でラビリンスウォールシャドウがね、あの3マシンを永続魔法扱いで置けるんですよ、魔法トラップに。だからこれで融合作用を用意していくっていう効果になってまして、あと融合派兵とか、あとヒーローアライブからの、プリズマとか、それからまあ、リューマドの守護者からの、展開で融合派兵持ってきたり、リューマドの守護者で蘇生したりいう感じで、盤面と魔法トラップゾーンにこの辺の3マシンを用意して、まあ、それを除外して出していくっていう感じですね。まあ、先行では基本的にこの風水マシンゲートガーディアンを出すか、またはこちらのライフマシンゲートガーディアンを出して、この最強の除去魔法、魔風衝撃波、これをセットするかっていう、先行妨害になります。ぶっちゃけその何妨害も構えられるようなテーマじゃないので、はい、まあ言うてその、まあ、どれか1体出ればいいなって感じなんですよ、基本的には。なので、まあ、一応制圧力を上げられるように、まあ、あのセンサー万別とかね、それからまあ、楽園融合、あのアマコンダからの楽園融合みたいな、カードが入ってます。これね、あれなんですよ、センサー万別めちゃくちゃ相性よくて、あの全部持続してますね。これイカズ持続、これ魔法使い、これ水、これ戦士みたいな。なんでめちゃくちゃ相性いいんですよ、センサー万別。なんでこれはまああったら結構勝てる盤面も対面も多いんで、まあ、入れた方がいいかなっていうところですね。はい、増字があんまり重くないんで裏ら抜きました。はい、なんか
売られなくても、まあ、どうせ売られ一番で止まるようなデッキがこの世に存在しないからなのでまあ別になくてもいいかなっていうところで、増陣だけしかあの言わさってないんで、攻防結構きついはきついですけども、はい、まあファンデッキだし、まあ、このぐらいでいいんじゃないかなと思ってますね。で、3マシンは2枚ずつ入ってるのはあの素引きすると結構偉くて、合体マシン出るとかあるんですよ、簡単にあの相手の、ね、誘発とかでバンバン止められても、なんか素引きしてたからなんか3マシン言うて手札に揃っててこれ出すとかできるし、あのなんだかんだその手札にあのから捨てるコストが強かったりすると竜魔道の守護者で蘇生できたりするんでね、なんで、まあ、6枚ぐらいは入れてもなんか別に実行ある感じしないんで、はい、というわけで全部2枚ずつ入ってるっていう感じですね。まあ、1枚でも回るんで、嫌な方は、こんなに入れるの嫌な方はあのここ減らしてなんか誘発とかあの入れてもらってもいいし、はい、まあ、ご自由にって感じですね。はい、早速やっていきましょう。パワー見せていくぞ、ゲートガーディアンのデュエル、スタンバイ。モアカナは迷宮兄弟、なんかこんな感じだったよね迷宮兄弟ってこんな感じでしたよね。竜魔道の守護者召喚、こうかぞ。竜魔道の守護者久しぶりに使ったわ。これ手札切っちゃうから基本的にはねあんま強くないんだけど、まあその融合スタイルをねいっぱい入れてる場合はあの墓地から蘇生できるんで、まあそれが強いですね結構ね。竜魔道の守護者の効果を発動、なんか相手ありそうだな。合体魔人ゲートガーディアンを相手に見せつけることによってサンガを得召喚、ライマシンサンガ、そして、ラビリンスウォールシャドウを発動。ラビリンスウォールシャドウの効果によって魔法トラップゾーンに、サンガ、スーガ、ヒューガどれかを魔法トラップカード扱いで置くことができる、ほい。そして融合破片を発動、融合破片の効果によりこれ一応あれならゲートガーディアン出せるな、合体魔人の。いやでもさすがにライフ魔人なんだよな、さすがにライフ魔人、ちょ魔法トラップ2回無効さすがに強いんで、いやゲートガーディアン出してーけど、ま、我慢して風水魔人ですかね。そうだね、我慢して風水魔人しかないから、まあ、このあのアナコンダをして楽園が打ちに行くみたいな動きも一応あるんですけど、まあ、ちょっと今回残念ながら楽園が素引きしてるんで普通に打ちますね。楽園融合発動、さあこれに、あーダニーガメてやがったか、貴様なかなかやるな。まあ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 いいだろう、いいだろう、まあ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 今日のところかんこんぐらいで勘弁しといてやるから、カードセッキのセット、まあ、一応魔法トップカードを2回無効とセンサー判別があるんで、まあ、まあまあの盤面ですね。はい、でサンガはぶん殴ってきたら相手が攻撃力を、相手の攻撃力をゼロにするというカードありますから、効果ありますから。あ、マジシャンズロット、遊戯じゃないか、遊戯、遊戯じゃん。相手にとって不足はないぜ、デュエルモンスターズ対決といこうじゃないか、 DM 対決聞きました。センサー判別がありえん刺さりそう、いや向こう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 、効果無効、あこれ効果無効だから、これもしかして残る、やべえ残るんだけど発動無効じゃねえから効果無効が残るんだけど、永続魔法マジかよ、やばい、ちょ黙れ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 、センサー万別発動、センサー万別の効果によって魔法使い族モンスターは一体まででよろしくお願いします。あぶねえあぶねえ、おい、まあでも言うて向こうにもできるけどね、あの風水魔人は効果無効だから、一応永続魔法のあの陣のあの除外する効果も一応向こうにはできるんですけどね。はい、さあどうする、センサー万別を食らって混乱している、何誰何ぐぬやつはドラゴン族モンスター、まあ、だからこっから融合できるモンスターはいないので、殴るしかないのかな、殴るしかなそうだね。あのこれ融合できないもんね、融合すると大体魔法使いとかドラゴンズだと思うんだけど、あのデッキ、まあ、どっちもいるんで、でもどっちか消さないと融合できないんじゃないかなと思うんですが、ああ俺の風水魔人がゲートガーディアンのモンスター効果発動。これさ、なんか魔法トラップサーチするやつどっちだっけ、サンガヒューガ、サンガヒューガ、サンガヒューガだから、ヒューガ出す、オッケー、これでサンガヒューガで合体できるもん、ね、次のターンね、オッケー、
一応ラビネスウォールはフィールド魔法なんですけども、ま、毎ターン使えるんで一応もう一回置けますね、はい。さあこの2体を使ってなんか何かしようと思って もうドラゴンと魔法使いしか入ってないからの一気多分センサー万別がありえん強いという話ありますよこれね、はい。さあ相手の展開、ちなみにあのこっちマジ種族バラッバラだからアザレア何何機械族何やるな、やべ、センサー万別全力で割りに来たセンサー万別を全力で割りに来よった、やるじゃねえか。ラビリンスウォールシャドウの効果発動、ラビリンスウォールシャドウの効果によって除外ゾーンの数がをセット。まあ、これちなみにこれあのマシンモンスター3種類各1枚でいい気はしますけどね。まあ、一応リュウマドを入れてるんで、あのすべき、まあ、まあまあ強いんで入れてるんですけど、2枚ずつ1枚でも全然回るんで1枚でもいいかもしれないですよ普通に、はい。まあ、すべきはすべきで、リュウマドのコストになったりとか、あとあのゲートガーディアンが出しやすくなったりとかあるんで、まあ、一応メリットはあるんですけどね。ちなみにこのフィールド魔法ね、ターンしないんですよね。だからもう一回置いたらもう一回発動するともう一回置けるという話がありまして、でもう一回置きましょうと。ラビレンスボールシャドウの効果を発動して、これ難しい、誰だ、置くのはこれでいいのか、9が、はい。で、一旦風水マシン、ゲートガーディアン出して、いや、これワンキル取れねえな、キル取れねえな、これキル取れねえわ、ごめん。ゲートガーディアン出したい人生だったんだけど、ちょっとハンド的に出せんかったわ。はいはい、オッケー。ほんでメインツ入るセット、あ、魔風衝撃波打ったらいけたのかな。いや、魔風衝撃波打ったらいけたか今。あ、打ったらいけたかもな、打って、あ、打って3が回収だったかもしんねえな、これ打って3が回収、ゲートガーディアン打点足りてたのかな、3だ、いや足りてなくせえな、ちょっとミスったわ多分これ、まあ、ちょっと無効するわ、なんかわかんねえけど、とりあえずなんか風水マシンは一生ブラックマジシャンに相手には強いと言われてるんで、さすがに最強だと思います多分、はい、さすがに最強という話ありますよこれ。風水マシン、なれー、相手も反応強えなこれチェーン切りされんのか、ちょっと必殺技見せてやるか、じゃあ必殺技を見せてやるわ。ブラックマジシャンが飛んできます、ブラマジ飛んできて、で多分ジンの効果とあれだよね、サルベーションの効果発動するんですけど、これ両方とも無効に行くので強いっすよね、これ両方とも無効に行くの強くねえか、このデッキ言うて魔法トラップに展開寄ってるデッキとかだったら結構勝てんじゃねえかなこれ。あ、なるほどね、はい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 、ウォールシャドウなんだ除外すんの。まあとりあえず普通水マシン、ゲートガーディアンの効果で無効にしながら、ジンを叩き割ると、そうするとあのバニラモンスターが棒立ちしてるだけなんで、どうでもな、どうとでもなるんだこれ、はい、ザコモンスター棒立ちしてるだけなんでこれ大丈夫ですねこれはい、これで何も起きませんでしたと、はい。でブラックマシャー行ったらどうにかなりますかと、よし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 杖よいつ、さあ俺のターン、ドロー、墓穴の指名者いらない、あまりにもいらない、で魔風衝撃波の効果発動できるのか、まあ、とりあえずゲートガーディアンの効果によって一旦魔風衝撃波持ってくる、いやラビレンスウォールシャドウでもいいか、これこっちやな、わかった、こうして、でさらに回収発動発動でゲートガーディアン、来たいけるぞ、見てろゲートガーディアン、迷宮兄弟ファンのみんな、そんなやついんのかそんなやつ存在すんのか、ラビリンスウォールシャドウの効果によって除外ゾーンからモンスターを引っ張り出してきて、さらにラビリンスウォールシャドウの効果によって除外ゾーンからモンスターを引っ張り出してきて、俺マジでデッキの中
のモンスター使わねえからこれ1枚ずつでも一応いいな。これな、回ってはいるわ普通に。はい、そしてサンマシンの魂をゲームから除外、究極合体、現れろ合体マシン、ゲートガーディア召喚ムービーないんかーい。いや召喚ムービーを作れ、そこはマラゼムプライムハートの召喚ムービー作ってる場合か。対戦ありがとうございました。まあちょっとさすがに高校は厳しいな。ああさすがに、まああとあの普通に環境デッキ相手には非常に厳しいなさすがに。ただあのこのデッキいいところ1個あってマジ安いんですよまあ一応ゲートガーディアン合体マシン、ゲートガーディアンが UR くらいかな。はい、なんかマジでほとんど NR とか SR とかなんで、まあちょっとプリズマからを出してくるヒーローアライブがちょっと高いですけどね。はい、まあこれはヒーローを組んでる人だったらまあ組めそうな気がするな。これはまあさすがに一旦スーガを見せつけて、はい、僕の名前はスーガだよ。でまず風水マシンを出していきましょう。風水マシン、ちょっとプリズマはね素引きしてるとあんま強くないんだけどね。で楽園融合発動、うおー、何わー俺の楽園融合絶対止められるんだけど、さっきから一生裏を打たれてる、くっそ、さっきから一生裏を打たれております。まあまあまあいいでしょう。魔法タッピー2回無効とカード1枚破壊ですから、まあまあ強いですよね盤面としては。まあまあ、まあ、手札の消費激しすぎるけど、さすがにアドバンテージが稼げてないっていう話あるねこれね。さあお相手し、カオスフィールド、何カオスドルじゃ、いやこの向こうの方がいいな。風水マシン、ゲートガーディアンの効果発動、その効果を無効にすることができる、発動時の効果処理は無効、カオスソルジャーはサーチはさせない。なんだこれ、またあれかアテムか、これこれ ATM、 さっきも ATM 戦やったからな。いや ATM だ、来た魔導騎士ガイア、何魔導騎士ガイアの効果によってドラゴン族レベル5を特殊召喚できる、何呪われし竜カースオブドラゴンの効果、特殊召喚に成功したば、やばい、いやでも大丈夫だ、スパイラルフュージョンを無効にすればいいから、任せろ任せろ、スパイラルフュージョン無効にすればいいんだよ、こんなの融合って言え、どうせ融合できねえ、かかってこいよ我が誰が、あいいだろう、バカめ、風水マシンゲートガーディアンの効果、一ターンに2回までモンス、魔法トラップカードの効果を無効にできる、ツー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 、なれあ、遊戯さん、遊戯さん持ちすぎでしょ、遊戯さんそれは聞いてないよ、ちょっと遊戯さん落ち着いて落ち着いて、やばい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 やべ、スパイラルフュージョン荷持ちは聞いてないわ、やばすぎ。いやでもまあなんだっけ、魔風衝撃があるんでゲートガーディアンの必殺技のなんで、まあなんとなんじゃないかな、カーソルドラゴンの効果で表側のカードの効果無効は別にいいですよ、はい大丈夫です、了解しました。さあどうするかな、これぶん殴ってくるかな、ぶん殴ってくるとバトルフェーズに入っちゃうんで除去効果つかないですね、竜騎士ガイアの竜騎士ガイア除去効果使えるのメインフェーズだけなんで、あーなるほど、あーやっちゃったね、それやっちゃったんじゃない、これね、いやガイアの弱いところなんですけど、これチェーンするして破壊するみたいな効果にめちゃくちゃ弱くて、これとりあえずちょっと一回魔風衝撃表示じゃないですか、これマジで無ですよこれ相手多分、はい、でバコーン叩き合われて死にます多分あいつ攻撃力下げられないと破壊できないんですよね、はい、というわけで何も起きないと、よし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 、魔風衝撃が強えよなこれ、これ強えよな普通に。でそうですね、魔風衝撃波の効果で1回除外ゾーンのやつ吸収しますか、とりあえず除外ゾーンから Q が持ってきて、で竜魔道の守護者召喚でいいかな、召喚効果発動、いや竜魔道強えな普通に、めちゃくちゃ強えわこのデッキで使う竜魔道の守護者半端じゃねえ、だって絶対融合、これ手札のさ素材さ、あの蘇生できるからさ絶対融合素材2個用意できるの、強すぎこれ
マジで最強かよ。でリマドの守護者発動して、まあなんか何でもいいわ、適当にチラ見せして、ヒューが蘇生するんだろう。はい。でラビリンスウォールシャドウ効果発動して、3が置くだろう。でここで一旦魔法罠サーチおじさん出していいか。でライフマシンゲートガーディアンバックタンで効果発動、魔法トラップカードを1枚を手札に加えることができるため、いやまあとりあえず、これもう一回フィールド魔法もあるな普通に。これもう一回フィールド魔法したらさ、これあれじゃね、これゲートガーディアン出るんじゃね、来た。ラビリンスウォールシャドウ発動、ラビリンスウォールシャドウの効果により単一制限はない、このカードに名称しての、つまり除外ゾーンから再びまあなヒューガじゃないといけないか、あまあなんでもいいか、ヒューガをと、除外ゾーンから置いていく。そして融合破兵の効果を発動、融合破兵の効果によってデッキよりライマシンサンガを特殊召喚、これにより墓地フィールド手札に全て3マシンが揃っていた。つまりこの3体のモンスターを合体、究極合体プルルー現れよ合体マシン、ゲートガーディア召喚ムービー作れや、閉まらねえな召喚ムービー作れやマジで。うわー魔風衝撃波対戦、ありがとうございました。コナミ君さ、プライムハートの召喚ムービー削っていいからさ、マジでゲートガーディアの召喚ムービー作って。このフィールドマジでかっこいいなぁ。なんかこのデュエル始まる前にちょっとさ、イカ土地みたいなのが流れんだよね、あのオシリスのこのフィールドね。これめちゃくちゃかっこいいっすね。チキンレース、いいだろう。なんだこれ、エンディミオンか。チキンレース入ってるデッキなんだこれ。ディミオンぐらいしかなんかあんま思い浮かばないけど、てか俺名前なんで俺バスターブレイダーでやってんだこれ、やべえ今気づいたわ。俺ずっとゲートガーディアンしてやってる時にバスターブレイダーでやってほしいね、やべえ。エジルラン来た、最強カード、やばい、翡翠艇エジルラン来た、強え。いやこれマジ強えだろこれ、これ最強だよな。ちょっと翡翠デッキもね、組みたいですね。うわー来た、エジルギュミル、ギュミルエジル来た、ギュミルエジル強くね。はい、あーなるほどなるほど、龍一イニオンクレイドルで回収か、エジルラン強えな普通に。いやこれね、これ多分相当強化入ってるんで、翡翠結構、まあ、結構強くなってると思いますね。はい、で翡翠呪縛、いや翡翠呪縛やばっ、翡翠呪縛やばないだって翡翠モンスターイニオンクレイドルが存在する限り相手はこのターンに召喚特殊判定召喚特殊されたフィードのモンスター、いややばい、スキドレじゃん、このスキドレ、いやこれスキドレ無理だろ、いけんのかな、楽園融合知っても融合モンスター出ない、融合モンスター出ないっていうかミラジェイドまでいかない、なんかゴミしか出ないな。ラビネスボールシャドウで置いても一体足んない、いやこれな、これあれだったんで、これこういう時にさ、なんで俺そこ3マシン揃ってないかな。で重機戦車撃っても素材取らない、いやこれきついな。ラビネスボールシャドウ発動、これもしかして通らない、これギムネちゃんの効果発動しちゃう、やめて、いやこれは通そうよ少なくとも、ちょっとテキスト言わないで、あこれも通らんのかい、いや無理でしょこれ、スキルドレインはちょっときついな。いやこれだってさ、戦車出したところでさ戦車引かんねえもんな、いや強っ呪縛マジで、呪縛マジで強いわ。楽園融合打ちまして、リンドブルーム出して、リンドブルーム自爆特攻して、いやでも結局ダメだな、結局あれだな、アルバスの楽園が、あ、てかあゾーン出ねえわ、やべあれそもそも出ねえ、やべえ、ちょっとミスた、ミス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 た、いや無理だわ、そもそもだって召喚特殊召喚されたターンに効果発動できないんだから、アルバスの楽園特殊召喚したターン発動できないもんな効果。いや呪縛マジ強いよこれ、うん、でしかも簡単にギミル出るようになったしね、最強かもしれん。